どうもレンジです。今回なんですけど、シーズン26のシェンズ1のね、衣装内容が公開されましたので、こちら見ていきたいと思います。新シーズンはね、4月20日からということで、新サバイバー記者の UR 衣装に、写真家と悪夢の SSR 衣装がね、登場ということで、うわ、マジでか、ここに来てハンター2人の SSR が決定しました。そして UR が、これが少女の大人バージョンの UR 衣装なんだ。うわ、すごいな。いや、待って、どうしよう。また、毎回来るこの感じだよ。また課金したくなってきたやつだ。しかもね、この記者がね、性能がかなりね、強いとまあ予測されていますので、今回、無料分ね、20連、配布もありますので、ワンチャンね、これみんながゲットできる、作曲家の時みたいに新税が多いと無料でゲットできる人が多いので、これはねちょっとかなりゲットしやすくはなっておりますので、はい、ぜひねこちらねダイス持ち越したりしてゲットしたいですね。このアイテムを UR だと、この写真、ここで撮影機みたいな写影機を撮っていろいろねパペットみたいなの出していろいろ操作するんですが、それがこのこれは何だろう、自分の顔かなこれ。うん、このねちょっと少女っぽいこちらのね顔にの写真機になって、この青いテイストですかね。はい、ムービー楽しみだなこれ。左手がなんか青く光ってて、右手は普通の手なんだ。おお、ギラギもうキランキランで、なんかちょっと板かみたいな感じのバーってなんかあるね。わあ、かっこいいね。とか別人だよねこれ、アリス・デロス。うん、全然別人な感じですね。このね、ノーマルのね、初期衣装になると、まあもうこの初期衣装でもね、すでにめっちゃ可愛いんだよね。この金髪に青リボンっていうもう最高な感じに、写真機がもうこんなね、普通な、写真機になっておりますと。なるほど。あ、写真を撮るからジョゼフが来てるとか、もしかしたら。はい。これ SSR 衣装を、見ると、うわー、ジョゼフ、えぐかっこいいな。マジでかっ、超イケメンじゃん。やば。これね、まあやっぱジョゼフ好きはね、もう絶対これもう手に入れますよね、これ。もう大興奮でしょ。えぐいね。この紳士というかね、この高貴な、イケメン SSR 衣装。これ待って、マジで嬉しいな、これ当たったら。で、悪夢か。悪夢もね、このあんまこういうテイストないと思いますので、普通に欲しいね。悪夢だとこれ、あれか、手が、なんか注射器みたいな感じになるんだ。おお、痛そうな感じだね。マジか、これは嬉しいな。ちょっとアンロックでジョゼフ解放しようかな。うん、ゲットできなかったらってぐらいちょっと欲しい。で、お、これね、推理の道でしょ。今回はね、レオパパなので、はい。まあ、復讐者も、このね、まあ、今回貴族みたいなテイストなのかな、はい。さっきね、なんか堕落したとか書いてたんだけど、はい。まあ、まあ、貴族なんですが、まあなんかいろいろ、ちょっと訳ありみたいな感じなんですかね。いやー、UR 本当にかっこいいな。ちょっとやっぱね、この UR 見せられるとね、しかも、まあ大体出るサバイバーはね、ほんと強いしね、毎回、そのインフレっていうんですかね、もう、新キャラは大体強いみたいなね、今の流れはありますので、まあおそらく、ね、このキャラ使えたら試合も安定しそうなのでね、ちょっと欲しいですよね、早く。まあそんなわけでね、まあ初心者の方にもね、説明しますと、こちらも毎シーズン話してますが、こちらダイスね、100以上は、次のシーズンになると、全部なくなってしまいますので、これが120個だったら20個消えちゃいますのでね、はい。4月20日から、始まりますので、4月20日に、まあ、ダイス100個合わせると、100個そのままね、次のシーズンには持ち越せますので、そこだけ気をつけてください。なんかね、ログインとかしてなかったら102個とかも持ってけたりもするんだけど、まあ、とりあえずね、100個安定でいいと思いますね。ということで、こちらね、ほんとお気をつけください。まあ、シーズンも終わるということでね、もうこちら残り9日で終了ね。はい。このね、神髄も、まあ、限定衣装、これね、もうゲットできなくなっちゃいますのでね、まあ、後悔ないようにね。まあ、俺は、ちょっと、イタカのね、このアイコンがあとちょっとで解放できるので、これだけゲットして、次のシーズン行きたいな。うん。そして、まあ、ちょっと時間余ってるので、ランク秘宝を回して終わろうかな。まあ、狙いは、やっぱ、ハッピーバースデーですかね。はい、誕生日の方に、誕生日の子にね、ハッピーバースデーぶち込みたいので、はい。これぶち込むためだけにね、狙っていきたいと思います。もう当たらなかったらかけらで買うぜ。行くぞ。ほら頼む。早速来ちゃう系女子。
おお、え、なったやったナッツクラッカー来た。いきなり来たんだけど、めっちゃ嬉しい。おお、泣きピエロクラッカー、よっしゃ、これ誕生日の子ちょっとぜひ教えてください。ぶち込みに行くわ。な、生配信中にね、誕生日って言ってくれればちょっとこれもぶち込みに行くんで、ほんとよっしゃ。しかもショー、なんか今回アイコンが可愛いみたい。そして忍者、何これ、ジャイロスコープ、バイオリニスト、すごなんかね、何これ、素人の作品だって。めちゃめちゃディスってるなこれ。グレイス可愛い。そう、今回アイコンめっちゃ可愛いらしい。いきなりぶち当てちゃった。よっしゃ、じゃあもうこれ悔いないわ。うん、 あとアイコン枠かな。あのアイコン枠ね、結構知らなかったって人多いので、やったら、なんか少女のちょっと泥の衣装ゲットしたぜ。うん、うわ嬉しいな。お立ち上がる、占い師立ち上がる、やった、普通に嬉しい。おー、いいね。待機、意志の待機、踊り子の準備、サバイバー、これ最初のやつか。お、やった、踊り子準備ゲット。これね、あの知らない方とかね、意外にいるので、このまあ、この画面のアイコンは交換っていうところとか、あの日記を読むからね、ランク戦のページからもここ来れるんですけど、はい、これで、このね、気になった団員のやつ、自分の団員のやつだったら交換できますので、はい、アイコン枠で、これかぶり、あの持ってるやつでさらに消費って押すと、あのかけらもね、まあ、200ぐらいだったかな、もらえるので、はい、かけら欲しいって方はね、ぜひねやってみてください。まあちょっと俺この蛇竜のアイコン欲しいな。うん、お、やった、これかっこいいっすよね。もうちょっとかな、最高峰もうちょっとなんで、そしたらこれもゲットしたいですね。はい、なんでもうここら辺忘れないように。いや、もう悔いないわマジで。もうラッナッツクラッカーじゃなくてハッピーバースでゲットしたんで。おー、いいねー。お、ブラウンゲットしていく。お、このね、待機モーションもね結構もらえるから。お、患者かっこよ、アイコンかっこよすぎ。え、何これ、漫画ゲットして。あー、いいよ。え、待って、金枠もう光らなくなった。嘘、マジでナッツクラッカーじゃなくて、ハッピーバースで全て使い切ったわこれ。うわー、お、来た、今までの努力が、今までの努力が効いていく。おー、やった、不可解パンフルートだ。いや、カーボーイの UR 欲しいな。お、さらにアニータ層かわいいよ。で、悪夢、傭兵待機、術師見回す、いいねー、いいね。あのね、なんか雲のやつもね結構使ってる人多いよね、金色に光って。うん、お、訪問、白黒訪問だって。武器のベロが出たやつ、オフェンス弾るナイス、オッケー。いや、もうちょっと、お、さらに光った。ほい、カーボーイ来てくれ、もうカーボーイ来い。やった、カーボーイやったぜ、全部揃った、嬉しい。今シーズンなんかよく頑張りましたみたいな。やったぜ、なんかいろいろゲットできました。オッケー、ナイス、GG。ここまでお茶ありがとうございました。今回ね、新章だったりね、まあ、ガチャ回したりしたんですが、まあちょっとシーズン終わりね、まあ、もしかしたらワンチャン単発でも当たったりしますのでね、まあ、諦めずにちょっと聞いてみてください。それではまた次回お会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。お疲れんち。